はい、皆さんこんにちは。今ちょっと水汲みバケツを作っていました。はい、今回はちょっと水汲みバケツのロープの束ね方をアップしたいと思います。適当にロープの取っ手に結んで、このロープを使い終わった後に束ねなくてはいけませんね。僕のやり方で紹介したいと思います。こういう風に、まあ、巻きます。ぐるぐる、はい、こんな風に巻いたらですね、締めとかないとほどけてしまいますね。この時にバケツの持ち手側を風に巻いていきます。そしてこの穴の中に入れます。反対側、穴の中出てきたやつをこの上に付けます。こうすると引っ張ってもほどけません。でほどくときも簡単、この今かけたこれをして結構やったらほどけます。こんな感じでもう一回やります。でこのロープを巻きます。ぐるぐる、そしてこのバケツの取っ手側、このロープを持ってこの輪にくくります。そしてこのロープをこれ穴の中に入れます。そらこっちから反対ひっくり返したらこんな状態で出てきているので、これを全体にかけます。それでも引っ張ってもほどけません。ほどくときも簡単、これをちょっと押し込んでかけたロープを緩めて、こうですね。よかったら皆さんもやってみてください。こんな感じで今日は終わりたいと思います。それでは皆さん、さよなら。